ジュージューさん。新幹線のお寿司は、美味しそう美味しそう。すいません、私ったらつい。ああ、いいのいいの。僕が意味不明なことを突然言い出しちゃったからね。こうなったら、もっと現実的に攻めようか。それで面接のことなんだけれども、作戦その2。時給が安くなっちゃったことにより、嘘、そんな暮らしじゃ厳しいです。他当たります。大作戦。実はうちいろいろあってね、採用基準が厳しくなっちゃってるんだよね。そうなんですか。時給がさ、面接当時は1500円だったと思うんだけれども、実は次の採用から900円になっちゃってね。これじゃあ君も辛いかなとは思うんだけれども、大丈夫じゃないよね。大丈夫です。あ、大丈夫なの？はい、大丈夫です。あ、いや、でも600円も下がってるんだよ。他のメイド喫茶の方が全然高いと思うし。世の中お金じゃない。確かにメイド喫茶あるあるポンさんよりも高時給のメイド喫茶はくらいはあるかもしれませんが、いくらでもあるよ。東京都の最低賃金よりも900円は安いんだよ。人と人が顔を合わし、言葉を交わし、心と心を通わせるのが本当の接客。そしてそれを成し得る仲間たちとは強く深い信頼関係あってこそ。って沙織ちゃんが言ってました。沙織ちゃんって誰？私のシースー好きを理解してくれてる店長さんとなら私は信じて働けるから。ダメだ、お金じゃない。っていうか、シースーがいらん仕事してるやん。なんだか知らない間に一気に信頼度上がってるやん。すごい、断りづらい。さすがに断りづらいよ。本当に大丈夫なの？はい、大丈夫です。あとでやっぱり1500円がいいって言っても厳しいよ。はい、大丈夫です。めっちゃええ子やん。だがしかし